キルト。キルト、キルトは、表地、トップキルトトップと裏地の間に薄い綿を入れ、重ねた状態で、刺し縫い、キルティングしたもの。日本では、多色の布を縫い合わせた、パッチワークキルトが主流。布に綿を挟む技法や、歯切れを一枚布に仕立てる技法などは各地に存在し、古代エジプトですでに用いられていたとされるが、ここでは、ヨーロッパで発祥し、 アメリカで発展した技法についてベル。なお、スコットランドの伝統衣装であるキルトは、この記事で扱うキルトとは全く関係ない。キルトは、ヨーロッパの寒冷地で発祥したと言われ、保温のために布地に綿を挟んだのが、始まりと言われている。十字軍の遠征に伴って、保温儀としてヨーロッパ各地に広まり、上流階級の女性の手芸として様々な技法が、 編み出された。その後、新京都のアメリカ移民と共に、アメリカに伝わった。布地の有効利用のために、余った布や葉布を繋いで作ったのが、始まりと言われている。当時は、布の利用に主眼が置かれたため、モチーフなどの製作は行われなかった。産業革命以降、暮らしにゆとりが出ると、キルトにも装飾性が求められるようになり、 様々なモチーフが考案された。南北戦争の際に、モチーフを利用して暗号文を作成したという伝説が残っている。1800年代半ばから、キルティングビーと呼ばれる、多人数で一枚のキルトを制作する会が模様されるようになり、女性の主要な社交場となった。1900年代に入り、女性の社会進出が一般化するとキルトは一時衰退するが、 1970年にキルト研究家のジョナサン・ホルスタインがコレクションを公開するとアートの一つとして再評価された。1840年代から1860年代にかけてボルチモアの女性たちが作ったアルバムスタイルのキルトでボルチモアアルバムキルトとも呼ばれるメソジスト会派の女性が献金を募る目的で制作したり牧師への贈り物 結婚のお祝いとして作られたものが多い。華やかな花のアップリケや風景を写実的に表した模様が特徴。現在ではその手法を真似て作るものをボルティモアキルトと呼ぶ場合がある。アーミッシュが作ったパッチワークキルト。無地の布を使った幾何学模様が特徴。1820年代にイギリス人宣教師によって伝えられた。 パッチワークキルトが独自に発展したもの。大判の一枚布を八つに折りたたんでカットするため、左右対称のモチーフができる。ハワイでは、歯切れを利用する習慣がなかったため、大判の布をあえて細かく裁断して使用したと言われている。パイナップルや花などのモチーフが特徴。刺シコ、日本のキルトと呼ぶ場合もあるが、通常はキルトに含めず、 日本的な感性で配色されたキルトや和の素材を使用して作ったキルトをジャパニーズキルトと呼ぶ場合が多い。1975年に資生堂の主催で開催されたキルト展においてジョナサン・ホルスタインのコレクションが公開されたことから徐々にキルターと呼ばれる愛好家が増えアメリカに次いでキルトが盛んになった。当初は パッチワークキルトが主流だったが、トラプントやスラッシュキルト、クレイジーキルトなど様々な技法を取り入れ発展している。しかし、日本においてキルトは趣味の範囲にあり、生活に根ざしたものとはなっていない。フィリピンの顔ガン島で作られたキルト、自由な配色と南国的な明るいデザインが特徴。 1990年にカオハガン島を購入した崎山勝彦夫妻が現地の住民に伝えたキルトが元になっている。島の観光資源として注目されており、日本から招かれたキルト作家が技術指導に当たっている。布を剥ぎ合わせて一枚の布にしたものをトップにして作ったキルト。土台布の上にモチーフを縫い付ける技法、イコールアップリケでトップが作られているキルト。 ハワイアンキルトも、その一つである。トップに一枚布を使い、キルティングで模様を描いたキルト。パッチワークキルトの一種で、紐状の布を直線的に剥いで作る。アイルランドのケルト族の伝統模様を使ったキルト。バイアステープを使用して、模様を作り、キルトトップにアップリケする。最近では、伝統模様だけでなく、独自にデザインされた作品も多い。 フロリダのセミノールズの模様を再現したキルト。ミシンを主に使用する。紐状の布を灰で一枚布に仕立て、それを切って角度をつけて並べ替え、縫い直す技法。19世紀に盛んに作られたキルト。ベルベットなどのメイン以外の上等な布を多用し、刺繍やレースなどで装飾を加えたものをビクトリアンクレイジーキルトと呼ぶ。通常、中綿は入れない。 使用するパーツの形状や配置、配色に制限がない。16世紀にドイツで考案された技法。数枚の布を重ね、0.5cm から 2cm 間隔で、縫い、縫い目と縫い目の間に切れ込みを入れて、水にさらすと切れ込みの部分がほどけ、紐をし、リボンやモールを貫いたような作品が仕上がる。格子状に縫い目を入れて、地型に切れ込みを入れる場合と、 バイアス方向に直線上に縫い目と切れ目を入れる場合とがある。アップリケの縫い目の部分に黒い縁取りをしてステンドグラスのように仕上げる技法。バイアステープを使う方法とリバースアップリケのように縁取り布をくり抜いて作る方法がある。単色の布を主に使用する。フランスで考案された技法。中綿を入れずにステッチを施し、ステッチの間に綿糸を詰めて 凹凸を出す。通常のキルトに比べ、モチーフ部分を強調して立体化させることができる。昔は専門の職人がアトリエで作った。貴族に好まれたことから、フランス革命の際に作品の大半が破棄された。イタリアで考案された技法。武器に似ているが、中綿を入れた状態でキルティングを施し、さらに裏からモチーフ部分に綿や毛糸を詰める。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。